はい、田村様、お集めございます。発表項目が2点ございます。最初は富士山のマイカー規制でございますが、7月1日に富士登山解禁ということでございますが、まだ雪が頂上の方に残っておって、もう少し頂上まで登れるのは後になりそうでございますが、この富士登山のシーズン到来に合わせまして、今年も富士宮口とスパシリ口の両登山口におきまして、マイカー規制を実施いたします。富士山を訪れる人は世界文化遺産登録に向けた機運の高まり、また富士山静岡空港の開港の影響もございまして、年々増加しているのが実態でございます。登山口では特に規制期間外の週末における交通混雑が激しくなっております。そのため今年は規制期間を26日間というふうに大幅に拡大いたします。その上で経費の一部を、これは駐車場代でございますけれども、関係者および駐車場利用者にご負担していただくというようにして実施いたします。駐車料金は両登山口の乗り換え駐車場とも1台あたり1000円でございます。残雪が多いので7月1日の山開きに合わせた山頂までの登山道オープンはすぐには無理でございますけれども、一日も早くオープンできるようになればと祈っております。マイカー規制の実施によりまして、富士山を訪れる人々の安全と快適性が確保され、自然環境の保全にもつながりますので、ぜひ多くの方々が富士山を汚さないように、また混雑を緩和することにご協力いただけるように期待している次第でございます。2点目はすでに報道せられたことではございますけれども、去る6月18日19日、三島駅周辺で、全国食育フェアが開催されまして、成功裏に終了したのはご案内のとおりでございます。しかし、誠に驚くべきことが起こりまして、静岡県が企画いたしましたスタンプラリーの景品として無料で配布いたしました商品の中に賞味切れのものが含まれていました。でそれはいただかれた景品を取られた方が三島市に行ってこられたということでございます。でその経緯でございますけれども、全て伊藤園の商品ということでございました。通常は9ヶ月というのが賞味期限なわけですが、それを切れたものを、君沢という、ところに収められて、で通常君沢の方は通常ルートですと、これ自ら売るわけですから、必ず機械にかけて、その賞味期限入れてないかどうかをチェックするそうですけれども、今回は、そのような商品としてお渡しすると、景品としてお渡しすると、商品としてではなくて景品としてお渡しするということなので、そのような経路を経ずに伊藤園から渡されたものが大丈夫なものであるということで、その中に賞味切れのものがあったということなんですね。でもこれは蓮舫大臣の方にもお耳に入っておりまして、事実を、正確に確認してほしいということでございましたが、今言ったようなことでございまして、すでに、イオン君沢株式会社の代表取締役社長曽我さん、そして伊藤園の中部地域経営本部副本部長増田さんが県にお越しになられて、その事実関係をご説明になると同時に謝罪をされ、また誤ってこのような賞味期限切れの商品ジュースを手にされた方々のところにも行って謝罪された、とのことでございます。しかし、これは食の都として全国に発信すると、でしかも、なかなか旬のもので手に入らない、東日本大震災の方々に対して旬のものを手に入れて、それを
を作り、そして、楽しむことができるというのが、まあ、いかにありがたいことであるかということが重大な重要なテーマになっておりましただけに、誠に遺憾極まれないことでございます。君沢もそうでございますが、とりわけ伊藤園に対しては猛省を促したいというふうに存じます。伊藤園は、いわゆるペットボトルのお茶に本県産のものが3割ほど、利用されているとのことでございます。したがって必ずしも本県を代表する、お茶とは言えないと。しかし3割ですから、まあ、極めて大量な量を使われているわけでございますが、そうしたところに対してどういうふうにしてきっちりと今回について県として、対処するかということを考えましたが、まあ、今日、静岡空港、富士山静岡空港の、到着、いたしますと、そこの階段を下りた最初の大通り場のところに、伊藤園のペットボトルが大きく宣伝広告パネルとして掲示されているのでございますけれども、まあ、これはまたかも伊藤園が静岡県の食を代表するかのごとく、あるいはお茶を代表するかのごとく受け取られかねない、ということもございまして、それは違うということもありますので、そこで、空港会社の方にこれを撤去するように要請をいたしました。以上でございます。それでは発表事項について質問ありますでしょうか。幹事社から質問させていただきます。今先ほど空港で、伊藤園の看板を撤去するよう指示されたという要請をしました。あれは本県が管理しているんじゃなくて、民間の空港会社が管理されているところでございますので要請をしたということでございます。確認なんですけど、それはその今回の食育全国大会での、まあ、事案を受けてペナルティ的な意味があるということでよろしいんでしょうか。やはり地産地消の本県産の食材を集めて県が企画をして景品を出すというふうにしたわけですね。でしかもスタンプラリースタンプをたくさん取られた方々に対して、ありがとうございましたという感謝を込めて、するものでございましたので、まあ、これはある意味で本県の、自慢するものをお出しすると、いうことだったはずだわけですね。まあ、しかし、場合によってはですね、廃棄処分にあたるものをこの中に加えたという、ご批判も無理からぬところがございまして、まあ、やはり襟を立たさなければならないということで、特に玄関口におきまして、本県を代表するお茶を、伊藤園のペットボトルという形で出していたことにつきましては必ずしもそういうものではないという意味を込めまして、撤去を要請したということでございます。ありがとうございます。その他発表事項でご質問あられる方がいらっしゃいますでしょうか。NHK の林田です。伊藤園さんにのこの、まあ静岡空港通じての要請とあと猛省を促したいというお言葉ありました。で、ちなみに企画した 県としてのこの
まあ、責任があるのかどうかという点についてはどのようにお考えでしょうか。その責任を感じまして、このような措置を取ったということでございます。あなたの方はこれで3度目になりますけれども、この記者会見で一度、そしてこの間の厚生労働省の推奨に参りました折に2度目、お茶に関わる取材において問題があると思いまして反省をがありますかと2度尋ねましたが、3度目尋ねます。いかがですか。公の会見で話すことではないので、控えさせていただきます。公の会見で、聞いておりますが反省はありますか。まだお答えしません。じゃあ私もこれからはあなたの質問にはお答えしません。読売新聞の市塚と申します。食育フェアの、で、賞味期限切れのものを出したということとですね、静岡空港の看板の撤去というのが直接的に結びにくいんですけれども、食育フェアの方は謝罪に来られているのでそれで終わりというふうにはならないんでしょうか。で、空港の方は空港でですね、その一企業の営利活動でやっておりますし、そこがなんか直接リンクするという考えが分かりにくいんですけれども、今回の食育フェアは静岡県の食の文化を全国に発信するということがございました。そして静岡県の玄関口、空の玄関口は一つです。で、そこに一番目立つところに伊藤園の看板がございますので、これも静岡県のシンボルとに兼ねられないので、そこでこのような処置を取ったということでございます。それで要請に対してですね、静岡空港さんの方は撤去に応じるというようなお答えはいただいているんでしょうか。まだ返事はいただいておりません。広告ですので、契約があると思います。契約破棄になる場合にですね、伊藤園が被る損害、静岡空港が被る損害については県がご負担されるおつもりでしょうか。とりあえず静岡空港というのは静岡県の玄関口として本県も事務所を置いておりまして、空港会社、それから事務所、県、それから地域の方々、言ってみれば最も公的な空間でございます。で、そこに各会社の看板がございますが、そうしたものは多くのものが静岡県内の会社の看板になっております。そうしたことから、それは静岡県の言ってみれば PR というものになっておりまして、静岡県の誇る企業群の一部がそこに掲げられていると。それには当然会社のご方針が終わりになるというふうに存じますが、そうした静岡県の顔を汚したという今回の全国食育フェア、しかも大臣がお越しになり内外のお客様を快くお迎えする中で、先ほど申しましたように廃棄処分にあたるようなものを商品としてではなく景品としてお出しするということは極めて強い批判が入りやすいということで、私もそうした最も強い批判、廃棄処分に当たるものを景品として出したと、いうことについては猛省を促すと同時に、こちらも、こうした社会的規範に戻ることに対しましてはそれなりの行動をするということで、玄関口に置くべき筋の看板ではないという判断で要請をした次第でございます。すみません、重ねてお聞きします。金曜日の会見ではですね、納入したイオン君沢さんと受け入れた県の方のチェックが抜けていたと、この2社の責任が重いというふうに会見では事務方の方はおっしゃっていました。伊藤園さんの話はどちらかというと脇役の話でした。でも知事はこの3社の中で伊藤園さんの責任が一番重いと
お思いでしょうか。そう思っています。それは事務方となぜその説明が違ってしまうんでしょうか。これはあの事務方が、昨日今日で、事実関係を正確に把握したわけです。でそして、今朝10時過ぎに、その、実態が分かりまして、責任の所在が明確になったということでございます。全体県の企画ではございますけれども、事実関係を、この週末、やや滞っておりましたけれども今朝方明確に判明したということで、このような対処になったわけでございます。ありがとうございました。朝日新聞の後藤といいます。ちょっと確認なんですけども、そうするとあのこの今回の伊藤園の看板撤去というのは、この前の食育大会におけるその賞味期限切れの製品配布に対するペナルティということでよろしいんですね。やはり、小さな会社も大きな会社もそれなりに公共性というものを負っているわけですが、まあ、今回は食というものを通してそれぞれのレストランあるいは食品会社あるいは農産漁村の供給者、そうしたちが自らの名前を明確にして、そしてそれを世界に、まあ、日本全体にアピールするためのものでございました。したがいまして、そういう公共性を担っているそういうイベントにおけるあってはならないことが生じたということでございますので、そういう公共性を担っているところにおけるすなわち静岡空港玄関口における最も目立つところにある伊藤園のペットボトルというものは賞味期限であることを願っておりますけれども、そうでないものがジュースにおいて発覚いたしましたので、そうしたものがありうるというものはここで、本件の顔として出すわけにいかないということでございます。看板を出すということは営利企業、民間企業の営利活動で、それをですね、こういう形で行政機関が制限するっていうのは果たしてその処分として適切なんでしょうか。いいえ、私は決定権はありませんで、これは民間企業ですからそこに要請をしたということです。要請を受けられなかった場合はどうされますか。そうですね、その時には、看板をいろいろな看板を立てられております、掲げられておりますが、それも基本的な法人等を受けたまわりまして、本件も、27億円余りをお貸ししている会社であります。なるほど、株主ではありませんけれども、そのような高額の税金を会社につぎ込んでいるということもございまして、我々として食については今特に製茶について日本あるいはその国際市場において安全性ということほど今本県にとって最も厳しく問う時期はないということでございます。しかもこの食品に関わるフェアにおいてあってはならない、ことをが起こったということでございまして、そうした脈絡の中で、ペットボトルあるいはペットボトルに入っているジュースというものについて、それぞれの食品会社はしっかりとチェックをしていただくと同時に、最も重要な供給元である、でしかも社会的に極めて大きな市場を持っておられる伊藤園におかれては、今回については、本件の顔になるというふうな場所に、ペットボトルを表に出した看板というのはペットボトルのジュースにおいて賞味期限のものを出したのですから、これは置かないというのが筋ではないかと考えまして要請をしたわけです。ありがとうございます。じゃあ田中さん、それから、
先ほど一部の記者の質問に対して答えないとおっしゃったその真意について伺いたいのですけれども、この会見はですね、個人対個人の質問のやり取りではなく、私たちは、知事に、各社を代表して、でひいては県民の疑問を代弁する形で質問していると思っております。で知事ご自身も、県の代表者として極めて公の場で答えていただいていると思っています。これはインターネットにも中継されますし、庁内にも放送されます。こういう場で一部の記者の質問に対して答えないとおっしゃったその真意をお聞かせください。はい、これは去る6月初旬に、お茶の安全基準に関しまして、厚生労働省の横浜検疫所が出したその、数字について、その数値を手に入れるために、県庁中におきまして乱暴な行為をなさった。具体的には部長室に押しかけていって、実質上部長が部屋から出られないような状況を作られたということが一つあります。それから、知事公舎、これもいわば公の施設の一つですけれども、もちろんそこで私は生活をしているわけですが、そこに、お越しになって、暴言を吐かれたということが一つです。もう一つはまた翌日、私が午前4時に仕事をしておりましたらば、インターホンの向こうでまた乱暴な言葉を吐かれたということなので、それに対して反省がありますかということをお聞きしたのですが、これはもうすでに2週間前からです。でそして一切そうしたことがないので、私は前回お目にかかった時にもやはり親しき中にも礼儀があるというふうに思っておりまして、そのようなジャーナリストであるから取材のためには何でも許されるというものではあると思いません。したがってまずはきちっとした社会人としてのルールというのをお心得願わねばなりませんが、それが欠けている場合にジャーナリストの名において、あるいはそれぞれが属している、マスコミの機関の名において自らがそれを代弁するというのには、好機を預かるというにはやはり己自身の、そうした使命感、マナーというものがあると存じまして、これはもうすでに2回公にしていることでございますから、そして、別途この間も改めてこちらに申し入れると言われましたところ、部屋は一度もオープンでございますけれども、お目にかかる会がなかって来られないということで、今回も、そのように言った次第です。でこの間も一等最初に質問をすると、その前に反省がありますかと言いましたところ、まず質問に答えろということなので、私は3度、その要請に答えてきました。でそして私は3度同じ要請をして、でそして今回は3度目です。ですからそのことについて、皆様方がそれぞれの会社を代表されていることはよく存じております。しかしそれはそれぞれの人格においてその公共を担っているという使命がなくてはなりませんで、会社の恥になるようなことをしてはならないと、廉恥心というものを人は持たねばならないと思っています。どうぞ。読売新聞の星と申します。ちょっと先ほどのお話に戻りたいんですけども、先ほど、空港会社に対して27億円をお貸ししている会社ですと、でその後ちょっと違う話に行っちゃってですね、仮に要請を空港会社が受けないときに、どういう県が次のアクションを取るのかということに対してちょっとお答えいただきたいんですが、まだそれは返事がないのでですね、決めかねております。じゃあその27億円を貸している会社ですっていうのは どういう文脈から出てきたのかなと。27億円を空港会社にお貸ししていると、はい、そういう
そういう文言はどういう文脈でおっしゃられたのかなと、ちょっと誤解したかもしれないので。私どもはお貸ししているだけで、会社自体は我々から独立した民間の会社です。そこに対して、要請する以外に命令したり指示したりする力はありませんが、しかし、全く無縁の会社ではないということで、要請するだけの資格はあるであろうということで、この会社との関係を今こちらがお貸ししている27億円ということを通して申し上げた次第です。わかりました。ありがとうございます。もう一人いらっしゃいます。どうも、中日新聞の西山と言います。先ほどの伊藤蓮さんの責任が一番重いと思っているということで、いろいろ事実確認を確認した中で、所在が明らかになったということですけど、そのどういう事実をもってその伊藤蓮の責任が一番重いとされたんでしょうか。その新しく明らかになった事実を教えてください。伊藤蓮が自らの商品の中からそれを選んで、キミカワの方に渡されたということでございます。でキミカワは通常の販売のルートとは違い、今回は明確にこの食育の全国フェアで使いますということをお伝えになっておられて、それをご承知の上で伊藤園は賞味切れのものをお渡しになったということでございます。ですから目的を伊藤園はご承知であった。そして通常のいわゆる君川の商店商品棚にイオン君沢の棚に並ぶものではないということで、そうした商品チェックのベルトに乗っからない形でこの製品はそのまま景品の中に入り込みまして、そして消費者の手段を受けたということでございまして、これは三島市も大変恐縮され、我々も心から恐縮し、すぐにこれは市と県と国とが主催をいたしましたので、すぐに国の方にもご連絡を申し上げ、そして先ほど申しましたごとく事実関係を明確にするようにとのご指示がございましたので、その事実関係が今朝方明確になり、そしてこれは伊藤園に明確な責任があるという判断に立ち至った次第です。静岡新聞の関本と申します。蓮舫大臣の方から事実関係を明確にしろという指示があって、今朝方明確になったっていう後は国の方に報告をされたのかという点が1点とですね、あとやはりその県としての、責任という部分で最終的に県の主催者の手元に来る段階でやはり一度チェックをする必要があったんではないかという気がするんですが、その点に関して1点、あと看板の撤去に関しては空港会社ではなく直接伊藤園さんの方に自主的に撤去を求めるような考えというのはないのかというのが1点、その以上3点をすいませんお聞かせ願いますでしょうか。そうですね、6月24日付で、政策統括官付き参事官食育推進担当の伊藤さんの方から景品として賞味期限切れ商品が提供されたことについてと題したファックスが入りまして、第6回食育推進全国大会において静岡県が企画したスタンプリーの景品として無料で配布した商品の中に賞味期限切れのものが含まれていたとの一報が静岡県からあった。現在静岡県において事実関係を確認中と聞いていると、事実が確認できたら改めて報告するという、でこの過程で蓮舫大臣のお耳に入ったというふう私は報告を受けたわけです。で今日は27日ですから、24日、金曜日に、これがありました。でそれしたがって、24日金曜日かなですね、だから土日、がありましたので、やや事実関係の、調査が遅れましたが、
まあ、本件におきましても、まあ、土曜日に、この事実関係をの調査に入りまして、ようやく今朝方分かったと、いうことでございます。で、この件についてですけれども、まあ、我々としまして、あの静岡県、いろいろなやり方があるかと存じますけれども、まあ、もちろんあの、伊藤園もそれから、イオン君沢の方も、大変申し訳ないことであったということで、直接消費者の方にお詫びなさったと、まあ、これは当然のことだというふうに、存じます。で、責任はこれ主催者が国と県と市の三者共同であったので、最初にこの、事件についての情報が入ったのは、そのクレームがついた、クレームが寄せられた見せましだったわけですね。で、それが県の方に入り、で県からすぐ国の方に連絡を差し上げたと。でそして同日と、そしてまあ今日下山にかけて事実関係の確認に走ったということでございます。でもちろん主催者として、一景品についても、責任はではなりませんけれども、しかし常識的に考えて、どこも同じ精神でもってこのフェアを成功させようというふうにして、成功に導いたものでございますが、その、まあ、いわば参加者一番の主役でございます、方々に対して、新聞沙汰になるような事件があったということについては、やはり非常に大きな会社でもありますので、今回、明らかにチェックが甘かったと。これは見れば分かることですから、これはイロハだと存じます。消費者に確実に手元に渡ると、商品としてそれが分かっているものを、伊藤園の方がお渡しになったということが明確になりましたので、これはそこが責任を取るのが筋であるというのが今の結論でございます。でそれで直接に言わないのかと、もちろん言いました。しかし本件としてましましては、合わせて本件の玄関口に賞味期限切れのものを入れたボトル、これもボトルの一つが掲げられているということについて反省の念を込めて、これは不適当だと、しばらくの間は少なくとも不適当ではないかとも思います。したがって、空港会社の方に要請をしたということでございます。あ、どうぞ。日経新聞の塚です。今の伊藤園の関係なんですけれども、私の記憶ではですね、この今回の件が起こる前にですね、伊勢園知事がですね、空港の玄関口にそもそも伊藤園さんの看板があることにですね、一度確か疑問を呈されたことがあると思うんですけれども、もともとあの場所にですね、伊藤園さんの看板があることについて知事がどのようにお考えだったのかお聞かせいただきたいのと、もともとふさわしくないっていうお考えが今回の判断に影響を与えたのか、その点もお聞かせください。私は静岡空港は富士山空港という名前も持っておりますように、日本の霊峰の名前を冠した本県の空の玄関口であるという、認識から、そこをどのように、お越しになる方々に対してデザインするかというのは、この空港会社をはじめ関係者が心を砕くべきであるというふうに思い、まあ、そのように、ことあるごとに発言していました。その中に例えば両替所が出てこられるところと、通路の側に両替所の窓口があるとか、あるいは空港で働く方々のためのコンビニストアが最初に出てきたところに設置されているとか、その他100般にわたっていわゆる有識者会議におきましても発言してきたわけでございます。まあ、そうした中で看板もその一つでございますが、最近看板が増えました。
でその看板の思想というものは、まあ、お金が入ればどこの会社でもいいのかなと思われるようなそういう看板にもなっていまして、いわゆる、富士山空港としての個性というものもないというご批判が寄せられています。で私もそのような目で見ておりまして、で今回はしかしやはり何といっても本県が誇る最も重要なお茶、しかも内外にこの製茶の安全性というものが問われているときに、同じ会社が同じようなボトルの中に必ずしも安全とは言えないようなものを入れているのではないかという疑惑を招くということがございまして、これは今回の食育フェアの趣旨、それから製茶に関わる安全性、これが社会的なあるいは政治的な問題にすらなっている。そして、そのボトルが本県の玄関口の冒頭といってもいいところに掲げられていると、でこれはやはり栄誉を正さないといけないという考えでございまして、まあ、空港全体のデザインについても今識者と考えているところでございますが、先ほど言われたような脈絡の中でのみ理解されると誤解でございます。朝日新聞の大久保と言います。確認したいのは先ほどの NHK さんの件なんですけれども、 NHK さんの対する発言ですけれども、前回の時はですね、その報道の在り方に対して、不満があるということで、NHK さんに対しての抗議もされたと思うんですが、先ほどの説明を聞いてますと、その取材記者の取材の在り方に対して個人的にいい不満を持っているというふうに聞こえたんですが、知事はそれはどんなふうに考えていらっしゃるんですか。両者は今度はしておりません。報道内容につきましては、これはその個人の記者が大きな影響があると、全てそれを決定したというわけには到底考えることはできませんから、これはそれと。しかしながら一方で、一社会人として踏み行うべきルールというものがあるというふうに思っておりまして、一言過ちは改むるにしかずですから、ですからその点にこれは私一人が言っているのではなく、県庁全体の中に今回その記者に直接間接に立ち会わざるを得なかった人たちの声を代弁して言っております。ですから反省していますと、取材それ自体は大事なことです。しかし、半ば一種の、無礼千万な振る舞いがあるとすれば、それはいかがですかとお聞きしているので、したがって、それは個人に対して、NHK になっているわけですから、あるいは各会社になっていらっしゃるわけですから、その個人が公の場で、つまり県庁あるいは公社等でなさった行動について、乱暴な振る舞いのままここに出てこられて、果たしてそのような質問をするそもそも資格がありますかということを問うているわけです。 NHK 全体に対する批判ではありません。すみません、幹事社質問に移りたいと思います。2点伺います。1点目がお茶の放射性物質検出の問題です。輸出者から基準値以上のセシウムが検出されるなど放射性検査結果が問題となる中、風評被害などへの県の対応、それから保証問題や暫定規制値、それから検査の在り方などについて国との協議の状況を教えてください。これが1点目です。はい、もう1点ございます。沼津の効果が問題です。有識者会議の報告書がまとまりました。知事としてはこの事業を今後どのように進めていかれるのか、この点についても伺いします。よろしくお願いします。まず、お茶の放射性物質の関係でございますけれども、まあ、前回、厚生労働大臣にお目にかかりまして、この
お茶の飲用茶と食用茶の区別も含めて基準値を見直しているところであるというご回答を直接、皆さんの前でいただきました。ですから言い換えますと、飲用茶の基準に、食用茶の基準を当てはめたということについてご反省が あって、それを見直さねばならないということでございました。まあ、さらに言えば1キロのあたりセシウム500ベクレルというのは不適当であるという、ご認識に現在立ってられると。ただ新しい規制値を定めるにはまだ研究中であるということなのです。さらに言えば500ベクレルを基準値として、騒ぐのは、よろしくないということでもあります。それから農水大臣におかれましては、我々の主張に、対しまして、むしろそれを補強するような意見を受けたまわりまして、でただ政府の方針として1キログラムあたり500ベクレルというそういう数値が大きな風評被害をもたらしたことについてこちらは求めるまでもなく、鹿野大臣ですね、鹿野大臣ですねが直接心身と頭を下げられてお詫びをなさいまして、県と足並みを揃えて、この点については補償も含め最大限の善処をしたいというように言われていましたので、本県のお茶関係者の方々、そして何よりも消費者の方々は飲用茶に関しまして、その1000ベクレルでもですね、せいぜい10ベクレル前後なわけですから、飲用茶にした場合には200ベクレルといういわゆる飲用水の基準からするとほとんどもう無視していいという安全性というのがありますので、消費者の方々にも安心していただきたい、そして茶業関係者の方々もこの数値にもはや振り回される必要はなくなっているというのが私の現在の総括です。あとは、この風評被害、これに基づいて我々は政府のご判断であるということで、その根拠についても問いつつも、しかし、一国の代表が食品安全に関わる代表が頭を下げて頼まれたものでございますから、それを実施したと、しかし、そこで被害が出たことについてはその実施基準について反省を迫っていくと同時に、しっかり補償をですね、求めていくというのが現在の立場です。でこれは言ってみれば農水省と本県が今回の食品衛生の安全に関わる厚生労働省の数人の幹部への厳しい挑戦状を突きつけているというふうに言っていいと存じます。沼津駅の鉄道高架事業についてでありますけれども、これは森内先生を中心に6階の部会、さらに分科会ですかも開いていただきまして、さらに現地にも行っていただいて対処交渉からの答申が出ました。でそれで今その答申をぜひ関係者の方々に読んでいただきたいと思っています。でそしてその上でこの、夏の終わりにでも私沼津の方に公聴会を平田さんと語ろうという公聴会をしておりますので、そこにも出かけてまいりますし、さらにはパブリックインボルブメントという手法がございますが、PI をどういう
方々に審判員になっていただくか、その審判員を選ぶ方々をまず選びたいと、いわゆる利害関係者でなくて、対処交渉からこの点について、判断ができる、なんて言いますか、社会的に尊敬されている方にですね、その PI の委員を選んでいただきたいと。でそして今まずその委員になってくださる方々が変更があってはいけないのでですね、偏りがあってはいけないので、その偏りがないようにまずそういう、どういう方々に PI の委員を選んでいただくかということを今慎重に、模索しているというところでございます。まあ、これは必ずしも鉄道問題とか、あるいは物流の問題とかとの専門家ではなくて、社会的人格的にも立派な方で、こういう方々に立っていただいて、選んでいただくということを通して、なんて言いますかね、偏りが入らないようにして、いわゆるその何か喧嘩のために土俵に上がるとかということを避けたいと思っております。で私はこの高架事業の問題と、それから貨物駅を移転する問題とは一見不可分のようではありますけれども、今の貨物駅のままでは高架ができないというのは報告書にもある通りです。ただ貨物駅を移すのか、あるいは必要なのか、移すにはどこの場所がいいのかということについてはオープンです。そしてこの件について私が職務にある限り、決していわゆる強制収容ということはいたしません。最後まで話し合うという、これは沼津や原町の方々がそれこそ鎌倉室町の時代、さらに遡ることができると存じますけれども、そうした時代から培ってこられた文化の高さ、人々の見識の高さを信頼して、その公の場に皆様方がたとえ主張が初めは違うことが分かっていても、そこに背を向けないような環境づくりということを心を尽くしてやってまいりたいと思っています。ありがとうございます。はい、幹事社質問に対する知事のお答えに関連してご質問のある方。暑いですね。ちょっと開けられたらどうですか。これ何度ぐらいありますか。30度超えてると。ちょっと皆さんね、息集まるでしょう。何か一日坊主になったそうですね、研究会の芸の先生方。あ、くるみです。普通三日坊主って言うんですけどね。あ、お願いします。すみません、日経の日課です。はい、沼津駅の高架事業についてお伺いします。まず1点目なんですが、昨年の1月ですね、知事が沼津市内のお寺でですね、賛成派の方、反対派の方を集めてですね、お話しされた内容で、私もそこにいたんですが、はい、その時に知事が貨物駅がそもそも必要なのかどうかという問題提起をなさいました。でその時はいろいろな、資料をご提示されてですね、そもそも貨物駅というものが必要ないのではないかと、そういう意味でその高架事業と貨物駅の移転というのは今知事もおっしゃいましたが関連性がないのではないかという問題提起をされてですね、そこからまた議論はですね違う方向に進んだと思うんですが、現時点で知事ご自身貨物駅そのものの必要性についてどのようにお考えでしょうか。また貨物駅移転を伴わない高架事業というのは可能とお考えでしょうか。それが1点です。あともう1点がですね、強制収容しないと今日も知事おっしゃいましたが、これは確認なんですが、ということはですね、お一人でもですね、地権者の方で反対される方がいる限りですね、事業は進められないと思うんですが、そのような認識でよろしいでしょうか。確認させてください。現在その貨物駅についてどう考えるかというご質問ですけれども、貨物はですね、
この高架事業が問題になった昭和60年以降、貨物を運ぶ形態が大きく変わってまいりました。でこれは数字を見ればすぐ分かることです。で沼津っていうのはもともと取扱量が小さいですね。でそこだけを見ていると全体が見えないんですけれども、日本全体の中でいわゆるトラック輸送というものが圧倒的になって、そして沼津駅の取扱量は取りに足りない、ネグリジブルであるということは数値が語っています。それからもう一つはですね、いわゆる貨物ヤードというのがありますね。有名なところでは汐留貨物ヤードがなくなりました。あるいは大阪駅、梅田駅とも言いますが、梅田北ヤード、これも貨物の操車場だったんですが、それも今は跡形もありません。それから東静岡駅も、貨物駅大きく縮小されました。言い換えますと、駅周辺の環境というのが大きなところでも変わってきています。ですから昭和60年代と平成の今20年代の初めになりまして、鉄道貨物の果たす役割というものを対処交渉から見ていく必要があると。ただいわゆる客車輸送と貨物輸送とは同じ線路を走っていますから、まあ、当然対比線というものを持たないとゆっくり走る貨物と客車とは共存できないわけです。でそして沼津駅の場合にほとんど全てが対戦になっているという現実があります。ですからこれは現場の方々もご存知なんですね。ですからそうしたことも含めますと、私が当初考えていた貨物駅の必要性についての必要であるということを前提にした議論は何もする必要はないと。でもちろん当事者がいらっしゃることですから、こちらがいらないと言ってもいや自分たちの土地なのでここにいると言われれば、まあ、それまでではありますけれども、まあ、しかしお互い社会的な公益を増進するという観点できっと解決策は見つかるというふうに思っています。この貨物駅については、で原町の方々に、対しては町を二分するような不幸なことをもう二度とさせたくないというふうに思っておりまして、必ずキーパーソン、リーダーがいらっしゃるので、最後の一人とかというのではなくて、それぞれのグループの方々の代表者を含めて、そうですね、まあ夏の終わり頃に、いわゆる公聴会で一回参りまして、そしてまた PI の委員の選定についての手続きも進めまして、来年早々にでもですね、久しぶりに当事者の方々、原町の当事者の方々ともお目にかかりたいなと思っております。それから貨物の中身もですね、報告書は貨物それ自体がこれから伸びるということを言われてますけれども、そしてまた貨物でしか貨物でしますか貨物列車でしか運べないものがあるとおっしゃってますが、まあ送るものと入れるものを見ますとね、それぞれ 3% と3分の1ぐらいと、つまり化学薬品ってやつですね。ですから、まあ議論の余地は相当あると思いますよ。統計をどのように解釈するかということについても。さて、これで一応お答えしたことになるでしょうか。すみません、一点だけ確認させてください。その議論の余地というのはですね、一回とその貨物駅への移転なしでの高架事業の推進ということでよろしいんでしょうか。その余地もあるということでしょうか。そうですね、その余地もあります。でその可能性を知事としても追求されていくということでよろしいでしょうか。そうですね、貨物駅は今のままですとできません。それはもうはっきりしてます。物理的にできません。しかしその貨物駅を移さないといけないのか、あるいは場合によって対戦があるようなところがあればですね、原町でなくても済むですから、原町の場合には貨物の積み下ろしをするということを前提にした設計図が書かれていますので、しかし土地をもう譲るということを決めた人もいますからね。ですから一体どういうふうにすれば原町が発展するのか、そういうことについてのいわゆる町の活性化についての、
いろいろな青写真が委員会でも言われています。でこの間東通話我慢環境道路もすっと原町の方に伸びるようになってますから、物流という観点はかつてなかったと思いますが、まあ、ですから原町というのはですね、そうですね、どこか新東名の上の方に SA があります。 PA ですか、 SA サービスエリアがありますが、非常にきれいな今建物が建てられつつありますので、そこから眼下に美しい原町の全貌を見下ろすことができます。まあ、そうしたところでですね、風通しのいいところで、今度はお目にかかるようなこともできればなと期待しているところです。ありがとうございます。はい、ではこの質問に関しての関連のご質問はよろしいですかね。では幹事社質問以外の問題で、ご質問のある方よろしくお願いします。お願いします。朝日新聞の大久保です。浜小屋原発のことで2点お伺いしたいんですが、今月中旬に弊社が行った県民世論調査で半数の方が浜岡原発の廃炉に賛意を示しています。で、町並み対策だけではなくてもともといろんな問題もあるわけですが、現時点で知事は浜岡原発の廃炉についてはどんなふうに考えていらっしゃるか、これを言って、もう一点、浜岡原発周辺でですね、鈴木屋の工事の撤退、工場の撤退があり得る考えを示しました。これについてはこれもどんなふうに対応していかれますか。まず第一の浜岡原発の将来についてですが、原発は発電所であって、そこからは3号機4号機5号機で360万キロワットを発電しているわけですけれども、発電能力があるわけですが、それを送る送電線があります。したがってあそこは発電に極めて有利な場所であるというふうに思っています。ですから廃炉にする云々の前に、あの送電線をどのように活用すればいいかというようなことも合わせて議論できると思っています。360万キロワット分の送電線というのは大変なインフラでございまして、で、通常太陽光パネルを作るとしましても、その作ったものを蓄電するために、送電しなくちゃいけない。そうしたものには大変多額のお金がかかりますが、あそこにはそういう送電線があるということがあります。で、そしてですから廃炉になった発電機能が全部失われるということでもないと思いまして、ですからこれから1、2年の間に、津波対策を講じられるということでございますが、今ご指摘のように、その単に津波対策だけでなくて、今回津波でやられたという第一原発の電源機能の喪失というものの直前に地震で、配管がやられていた可能性があるということもございまして、そうしますと、600メートル沖合から海水を取って、冷却機能を果たしているわけですが、今まで我々は原子炉の中で800ガル、あるいは場合によっては1000ガルでも耐えられると言ってきたわけですけれども、まあ、この間の複水器ですか、から原子炉の方に、再管がたくさん走っておりますけれども、それの数十本がやられて、そこに、なんて言いますか、海水が流入したという問題もございました。まあ、ですから、これは津波ではないわけです、原因は。ですから、チェックするべきことが相当あって、これを容易に、運転再開にできる状況にはないというのが大方の見方であり、かつ私の見方でもございます。鈴木自動車の方から、遠州の沿岸地域にはたくさんの工場群がございます。でそこが、やや浮き足立ってられるようにも、見えます。
すでに1976年から東海地震説が唱えられて、でそのための津波対策あるいは地震対策というのはそれなりにやってきたわけです。ただ浜岡原発の突然の3・4・5全面停止というインパクトが大きかったので、あたかもすぐにでも10メートル以上の津波が襲ってくるというような、そのような不安感が一部に蔓延しているであろうということは想像に難くありません。鈴木さんも本県にもいろいろと空き地がございます。そうした中で企業誘致を促進してまいりましたけれども、合理的な考え方を通されるというのが鈴木自動車の鈴木治会長の基本的な姿勢です。と同時に浜松というその鈴木織物から発達したその鈴木自動車会社への熱い思いというのも合理的判断にも増して深い熱いものが強いものがございます。したがって、県下演習地域を中心に配置が寄されるというふうなことは一種合理的な判断が働いていると思いますが、同時に浜松地域全体の発展にとって何が企業の立地と地域の発展につながるかということも合わせて鈴木治会長さん考えられているに違いないと思っておりまして、それほど心配はしていません。いかがでしょうか。よろしいですかね。はい、じゃあ知事ありがとうございました。以上です。